皆さんこんにちは、藤本リリーです。今日は2月号の付録を使ってメイクを紹介していきたいと思います。イエーイ。2月号の付録はじゃーん、エモダとゼリーのホリデーコスメセットになっております。このアイシャドウパレットとミニリップが4本もついてます。色をいろいろ見ていきたいんですけど、アイシャドウはこんな感じの色になってます。そう、結構赤っぽい感じでくすんだ感じのパープルとかピンクとかで、ラメも4色あります。でこっちはサテンピンクっていう名前で、これはシェルホワイトっていうラメで、この2つがシャンパンローズとシャイニーピンクっていう名前で、すごいザクザクしてるラメで、指で塗ったりするのをおすすめします。リップは4色なんですけど、ブラウンです。濃いブラウンです。次にちょっとベージュっぽいでもピンクっぽいクラシカルピンクっていう名前です。ちょっとマットな感じになっているそうです。テラコッタっていう色で、深みがすごいある、おしゃれで、最後はライラックの色です。これは重ね付け用らしくて、遊んだりできるリップです。今日は結構女っぽいっていう感じの付録なので、女っぽいけどちょっと女の子らしさもあるガーリーな感じなメイクをしていきたいと思います。やっていきたいと思います。はい、でまず最初に目元からやっていきたいと思います。一番最初にこの上の真ん中のパウダーピンクっていう色をまぶた全体に練っていきたいと思います。でこれは指で、これ結構なんか明るめっていうか、ちょっとグレーっぽい感じの色になってます。これをまぶた全体に塗っていきます。なんかこういうニュアンスっぽい色すごい好きで、ほんと単色でつけてもこういうのって可愛いし、重ね付けもすごいできるので、私個人的によくこういうくすみ色をよく使ってます。そしたら一番わかるよ、みんなから見て一番右、右のアッシュピンクっていう色を二重幅に塗っていきます。こちらの私物のこれを使います。大人っぽいピンクっていう感じ。なんかいい感じに陰影がつくから、こう大人っぽく本当に見える。こんな感じで塗ったら、この真ん中のテラコッタレッドっていう色を今度使っていきたいと思います。こういう筆で撮ってもらって、結構赤っぽいっていうか、あ、眉毛にも使えるそうです。で、撮ったら、このさっき二重幅のところにアッシュピンクをつけたんですけど、テラコッタレッドはなんか全体につけちゃうと結構なんか腫れぼったく見えがちだから、真ん中からこの目尻にかけて二重幅にまずちょっとポンポンポンって入れていきます。で塗ったら、これをちょっとだけ広げていきたくて、上にポンポンと広げていって、ちょっとグラデーションっぽく、一部だけ赤色よりもこうふわっていう感じで広がってた方が多分可愛く見えるので、こう筆とか指でもこういう風に広げてなじませていきます。
感じで、はい、やったら今度はこのダークパープルっていう色をほんのちょっとだけブラシの先っちょにつけて下のまぶたの際にちょっとラインっぽく塗っていきます。こう間を埋め込むっていうか感じで、まつげとまつげのテラコッタレッドがちょっと筆についてるのでそれも活かしつつこう指で広げていく。あえてそう綺麗にしないでくださいそう、うん、こんな感じです。そしたら今度は綺麗にしてください。ラメを使っていきたいんですけど指で今度行こうと思うんですけど一番上の端っこにあるサテンピンク、ピンクのラメを指で取って、これは目頭から真ん中にかけてこうザッと塗っていきます。細かいラメだからあ、ピンクっぽいみたいな感じになります。こんな感じでちょっとだけパープル味が増したかな、目頭側に。目尻にかけて赤みが出るみたいな感じにしてます。はい、でそしたら、この一番下のシェルホワイトという色を塗っていきます。これはブラシで、これはまぶたとかじゃなくて目頭のところにくの字に、そうそうそう、ラメラメしてるとなんか可愛いなって思っちゃう。目がうるうるする。うんうんうん、あんまり広げないでここはする感じでそしたらこの一番下のこのシャンパンローズを今度つけていきたいと思います。で、これは指でこんな感じでザクザクのラメになってます。シャンパンローズの色を今度は、黒目の上と真ん中にポンポンって塗っていきます。ちょっと気をつけないと一部にこう固まっちゃったりするから、乗せてもらえば乗せてもらえればなと思います。クリスマスカラーなラメです、ね、皆さんはクリスマス何をされるんですか、教えてくださいコメントで、はい、で最後にリップを塗ります。で、この重ね付け用って書いてあったライラックをまず塗っていきます。全体に塗ってもいいんですけど中心に結構最初つけて広げていく感じでやっていきます。ブブラウンを全体に塗ります。このライラックと混ぜて青みを出してさらにもともと濃いブラウンなんですけどさらにこう暗く深みを出す感じで、重ね付けします。でこれは全体に塗っちゃって大丈夫です。そうちょっとだけこう青みが増したって、ちょっと私物になっちゃうんですけどこういうツヤっとするグロスとかを中心とかにのせてツヤ感出すのもおすすめです。こんな感じですじゃあ完成しました。イエーイ、クリスマス的な女っぽいメイクです。もうこのラメが本当に可愛い。見てくれてありがとうございました。ぜひ皆さん参考にしてください。良いクリスマスと良いお年をお迎えください。それではバイバーイ。